トンネルズの冠番組、トンネルズの皆さんのおかげでしたが、来年3月で終了することが7日の放送で発表されました。放送終了間際、番組内でタカさんが、石田エグゼクティブプロデューサーに扮した、大師、木梨憲武さんが元プロデューサーで、現在、共同テレビの湊浩一社長に扮した小湊で登場。コント風の演出でタカさんが、番組が終わっちまうんだよ、と告げると、ノイさんが、噂じゃなかったのかと応じ、その後、2018年3月、堂々完結のテロップが表示されました。ミナオカは1988年10月に、トンネルズの皆さんのおかげですとしてレギュラー放送がスタート。人気キャラクターや名物コーナーを生み出し、ゴールデンプライム帯の最長寿バラエティ番組として親しまれてきましたが、30年の歴史に幕を閉じることになりました。第一も小湊も古くから番組を続けているファンにとっておなじみだが、一般にはまだ馴染みがない内輪ネタ、その終了を発表することがもはや時代錯誤。制作サイドの思考は時間が止まったままなので、そろそろ引き際だったのかもしれませんと。まあこれ局関係者の話ですね。確かに、まあ世間一般的にもこのような、なんですかね、意見、似たような意見は持ってる人多いかもしれません。同番組の打ち切りは一部スポーツ紙がスクープ。今年1日の同局定例社長会見で、宮内社長が何も決まってないとコメントしました。担当役員は先々の話ですので、まだ何も決まっていない状況ですとコメント。しかし、打ち切りを否定しなかったんですね。これでトンネルズ唯一のレギュラー番組が終了。しかし、フジテレビにとって、このトンネルズは恩人ということもあり、番組終了の、救済処置などについては、あれこれ話をまとめていたので、終了発表まで時間がかかってしまったようです。これ、まあ、芸能関係者の話なんですけどね。どうなんでしょう。まあ、そういう理由があったみたいですね。まあ、これ後番組にはかなりプレッシャーがかかりそうです。